クリスタルディスクマークは、ヒヨヒヨが開発したストレージ用のベンチマークソフトウェアである。MIT ライセンスとして、ソースコードとともにフリーソフトウェアとして公開されている。OS は Windows のみ対応している。なお、クリスタルディスクマーク 1.0x および2.00と2.20には、ベンチマークの測定ミスが存在した。詳細は測定結果に関する基地の不具合を参照。 2007年1月31日、公式サイト上で、バージョンアルフ α のバイナリファイルが公開。同年2月7日のアルフ α にでは、ヒヨヒヨの掲示板上で、ソースコードも公開され、同年3月31日に正式版の1.0.0がリリースされた。2008年1月から2月にかけて、クリスタルディスクマーク 1.0x および2.0.0、同年9月には2.1.0に、 それぞれヒヨヒヨはベンチマーク測定に致命的な不具合があることを発表した。2009年6月よりソースフォージ JP 上でソースコードが公開されている。2012年10月26日に公開された3.0によりクリスタルディスクマーク画面上に公式応援キャラクター随称しずくの表示を追加したしずくエディションが用意された。ヒヨヒヨは 自身のブログ上でベンチマークとは何か、真剣に考え抜いた結果たどり着いた一つの正解と語っている。2015年1月4日、ヒヨヒヨは自身のブログ上でコア部分にマイクロソフトディスクスプドを採用した新バージョンを開発することを発表した。同年4月30日に4.0、0が一般公開された。 ベンチマーク測定を行うコア部分を変更したため、以前のバージョンとベンチマーク結果に互換性がなくなった。なお、4.0.0の開発にあたっては、インテルの支援を受け動作検証を行っている。2015年4月1日の3.0.4より、ソフトウェアライセンスが修正 BSD ライセンスから MIT ライセンスへ変更された。 2017年10月30日にウベメスドに特化したベンチマークソフトとしてクリスタルスドマークのベータ版が公開されたが11月5日にクリスタルディスクマーク6.0 0として正式リリースされた2019年11月1日に UI の刷新やベンチマーク項目の刷新が行われた7.0 0がリリースされた 2020年11月20日に UI ライブラリーの刷新やベンチマーク項目の刷新が行われた8.0 0がリリースされた。以下、ベンチマーク結果に直接影響を与える不具合についてのみ解説する。2008年1月13日、ユーザーからバージョン 1.0X の内部のベンチマーク測定方法に誤りがあることが指摘され、 同日中にベンチマーク測定に不具合があることが公表された。不具合により、ランダムリード、ライト 4K テストで本来の値よりも大きなスコアが表示されていたとしている。同日中に不具合を修正した2.0 0が公開された。2008年2月2日、バージョン1.0、X および2.0、0のベンチマーク測定方法に誤りがあることが公表された。 不具合により、ランダムライト 512K、4K テストで、本来の値よりも極端に小さなスコアが表示されていたと説明している。同日中に不具合を修正した、バージョン2.1例が公開された。2008年9月15日、ユーザーにより、バージョン2.1例のベンチマーク測定バグが報告され、同日中に不具合が公表された。ランダムリード。 ワイルテ4キロバイトテストにおいて、本来の結果よりも良好な結果が得られていた可能性があり、同問題は1.0正式版リリースから存在していたとしている。同日中に不具合を修正したバージョン2.2例が公開された。ひよひよ曰く、2014年と2015年における年間のダウンロード数は150万回以上あったという。ドス。 v パワーリポートや日経ウィンプックといったパソコン雑誌の特集や価格 .com での特集記事にてストレージのベンチマークソフトウェアとして使われることがある。ストレージやその関連製品を開発、販売するメーカーがベンチマーク測定に用いる場合がある。製品の特徴として読み書き速度を交渉する際にその測定にクリスタルディスクマークを用いる場合があるほか 測定結果を明確に製品仕様として扱うメーカー、製品も存在する。また、コンピュータの見本紙であるコンプヤテックス台北にて、ストレージ製品と共にクリスタルディスクマークを用いた測定結果が展示されたこともある。なお、開発者のヒヨヒヨは、自身のブログでクリスタルディスクマークのデフォルト設定について、 ユーザーやストレージ業界に少なからず影響があるため、ベンチマークのあり方は本当に本当に悩ましいところですと語っている。有志により、クリスタルディスクマークのデザインを模した MacOS 対応ベンチマークソフトとしてアモーファスディスクマークが開発されている。アモーファスディスクマークについて、元、クリスタルディスクマークの開発者であるヒヨヒヨは、クリスタルディスクマークリリース当初から、 Mac 版への期待は多かったので、本当にありがたいことですとコメントしている。ありがとうございます。